はい、今回は個人事業主天国、白色と青色の違いか。まあなんかね、今回はちょっとまあ白色申告と青色申告って、まあ、僕税理士じゃないんでちょっと詳しいことちょっと分かんないんですけど、ある程度勉強して、まあ、経営者の視点でね、まあ、ちょっと解説していきたいなと思うんで、その細かいことはね、ちょっと税理士さんとかそういうのに聞いた方がいいと思うんですけど、はい、ちょっと今日から目次つけてみた。パソコンバージョンで、ね、ちょっと評判結構いいかなと思って伸びてるんですけど、うん、なんかこの間1000万円の、それこそ個人事業主と従業員で給料がどうのこうのってやつがすっごい伸びて、めっちゃいいねつけてくれたんですよ。でね、もうちょっと一時期やるのかなって思っとる時があったんですけど、まあ、ちょっと今頑張ってそこからね、立て続けに撮ってるんで、もしよかったらいいねね。いいね、本当につけてほしい。マジでテンション上がるから。それとはまあチャンネル登録もしてほしいね。チャンネル登録すると結局、なんか、俺が更新したりとか、なんか、ああいうのをすると結局通知が来るでしょ。そういうのでね、この不定期で出していくんで、もしよかったら通知してくれると出てくるんで、チャンネル登録してください。で、これ目次か、目次にも最近から何目次リンクっていうのかな、パソコンで見ると説明欄から入れるんですけど、携帯で見ると説明欄が入れるので、コメント欄にも入れてますんで、コメント欄入れ忘れとったら、入れ忘れてますよって出てくれたら両方に入れなかんだわ。で、両方に入れてるんで、ちょっと見てください。で、今日から目次ついて、青色申告のメリットか。で、白色申告と青色申告どっちがいいの、まあ、この辺はね、ちょっと税理士さんの方が詳しいから、あれですけど、まあ、僕なりに調べて、まあ、経営者の視点でちょっと意見言わせてもらいます。で、これ、ここはね、ちょっと面白いかなと思うんですけど、職種別、まあ、いろんな職人だとか何だとかってあるんですけど、まあ、俺も経営者やっていろんなことやってるからさ、そういうことに対してちょっとまあアドバイス的なことができればなーっていうのと、まあコメントでさ、なんかこの個人事業主とこの俺はサラリーマン従業員ねの境界線って曖昧だよみたいなことをちょっとちらっと前回も言ったんですけど、50% 以上の質問で来てたんだけど、50% 以上のその売り上げが1社からあると、その従業員として扱われるんじゃないですかみたいな、だから副業してる人とかおるでしょ今いろんな。だから逆に言や雇用体系、中小企業なんかで言ったら、まあ、どうか分かんないんだけど、どっちにもメリットがあることって多いから、今従業員のやつ個人事業の人させてくださいって言って、結局言ったらさしてくれるんじゃないかなって思うぐらい、どっちにもメリットあんだわ多分ね。うん、だからそのまあなんか進めるとかではないんだけど、まあ一回ちょっとそこのコメントに対してちょっと回答したのかなと思ってますんで、そこもちょっと見てください。はい、じゃあ本題いきましょう。青色申告のメリットか。まあちょっと俺もね、結局俺はその法人化してるから、この次回ちょっと法人化と個人事業主の違いやろうかなと思ってるんですけど、まあ調べたものと、まあね、職人、うちの職人とか結構白色申告、青色申告とはおるから、まあそういう話も含めた内容で言うと、まあメリット1、65万円を利益から引ける。これはなんかちょっとめんどくさいみたいだけど、なんか申請とかああいうの出さなかみたい。だから、まあ申請が必要っていうのは、まあ普通は10万円かな。で、白色だと、まあ確かその控除みたいなのがないのかな。これ利益から引けるってことは控除ね。300万の利益だけど65万引くみたいな。で、メリットに赤字を3年繰り越せる。これ大きいよね。なんで、ふわふわーっと副業でなんかサラリーマンからやってった人ってあんまり関係ないかもしれないんですけど、企業って最初って先行投資絶対必要じゃん。だから、うん、まあ3年繰り越し赤字してたら会社潰れてんじゃないの、そもそもとか思うのもあるんですけど、いい時と悪い時と波が激しいようなビジネス、やられとるとか、あと立ち上げだよね。だから立ち上げるときになんかは青でやっていくっていうのもいいのかなっていう思いますね。白色は確かね、翌年ぐらいしか繰り越せんかったかな。で、家族への給与が認められる。白色申告は最大86万。だって夫婦でやってるような人っておるじゃん。だからそういう人たちとかは、うん、もうだって夫婦で個人申告してもいいけど、まあいかんか。俺に請求書を起こすのにね、うちの会社に請求書を起こして、
まあ、夫婦でバラバラで来ると面倒くさいもんね。だって一緒に夫婦でやってるとかはね、青の方がいいんじゃないかっていうの、この86万円しか出せんっていうのは大きいよね。だってまあパートレベルって言ったらあかんけど7万ぐらいでしょ、月7万円ぐらいしか家族に払わないぐらいのお手伝いしてもらってるんだったら真っ白で関係ないけどって。でこれ大きいなと思ったのがメリット4、30万円を一括経費に入れられる、白は10万までってさ。確かね、俺法人はね20だった気がするんだけど、俺ちょっとうろ覚えなんですけど、税理士さんにまあね電話で確認したらすぐ確認できるんですけど、30万円ってことは結局パソコンとかですよ。あのパソコン30万で買ったとか、まああと何でもそうでしょ。30万円以下って言ったら結構あるでしょ。机、まあ机はそんなに進化だけど、家具だなんだもあるでしょ。だって10万円以内っていうのはまあちょっとしたもんですけど、まあ今時パソコンも30万円ってないかもしれんけど、道具買ったとかね、まあ職人で言うとコンプレッサーとかああいうのも全部高いじゃん結構。電動工具とかまあ30万円ってなかなか超えてこんと思うんですけど、結構30万以内っていうのは結構あるよね。10万円超えてくもんも一括で焼却できるっていうのはこれ大きいメリットだなと思いましたね。でメリット5が自宅などの経費が一部が認められる。これもね俺ちょっとこれ複雑でネットに書いてあったことなんで詳しく分かんないんですけど、あの白色の場合は半分以上使ってんだったら経費認められるって。で青色の場合はなんか例えば一部使ってる、だから例えば家賃10万の部屋で3万円分ぐらい使ってるなでも認められるみたいな。だけど白色の場合はもう半分以上使ってるっていうのを認められるみたいな感じで書いてたかな。まあまあこれも申告の仕方一つだと思うもんで、まああんまり関係ないかなと思うんですけど、うん、最後白色申告と青色申告どっちを選ぶか、これはねちょっと俺もね主観で書いたけど、一人でやってる人はもう白色申告で十分じゃないのとか、何っていうとまず経費はほとんど全部認められるんだよね書き方一つで。なんかネット上には幅が広がるとかなんとかって書いてあるけど、具体的なことがやっぱ書いてない。ほんでほとんどもう一覧、あのタクシー代からなんから飲み代からなんから居酒屋だから、まあ、出るってなってるから白色も。だからいちいち書類がめんどくさくなって、専門的なその複式簿記とか、そのまあ単式簿記なのかな、その個人申告なんかその複式となんかあるでしょ。だってそういうものの知識、まあ知識まで入れんでもいいと思うんだけど、俺も簿記の知識じゃいるかって言ったら今でもいらないから別に、あの見えやいいレベル、あの決算書が見えやいいレベルだからいいと思うんですけど、ただその申告自分でするっていうのに限るんだったらもう別に白色申告でいいのかなっていうのも感じてます。あの高いもの高額なものを買うとかだと別に、まあちょっと最後にそれやりますんで。で売上か、売上が1000万を超えてきたところから考える、まあ3番も利益が500万を超えたところあたりから考えるっていうのが書いてあるんですけど、まあ正直俺もだでそうだよね、その金額が上がってきたら何結局さ作業も増えてくるでしょ、その申告の。こんだけ利益が出るってことはね、まあしっかりやればまだ落とせる可能性もあるから、その税理士に相談し始める時なんじゃないかなと思うんですよね。だからまあ究極は俺300万以下にもできるでしょっていうぐらいの感触でおるもんですから、まあわかんないよ、俺は個人申告したことないから。まあうちの社員だなんだって聞いてると、それは経費かかるもんね、いろんなもんで動いて活動するからさ。だから実際にそのね経費に申告できないようなものが500万以上増えてきてるわけでしょ、まあその利益っていうかさ、まあまあ貯金できてるっていうかさ、まああれですけど、そうなってくるとまあ法人化する前のその予行演習みたいな面もあるから、まあこれ今度個人法人の時に話すけど、やっぱ法人にするってことはやっぱ会社を大きくしていこうっていう思いがあるし、やっぱね信用力もあるから、いろんなメリットがあるから法人には俺はした方がいいと思うんですけど、この先いろんなこと考えてんだな、まあ、ずっと僕は一人でいいんだよ、ちょろちょろってやっとるだけでいいんだよっていうんだったら別だけどね、これから企業として成長していきたいと思うんだったら、まあ法人化した方が絶対いいと思うっていう話を今度するんですけど、だからまあこの辺はちょっと曖昧だけど、まあでも
まあ青色にそのぐらいから青色を考えればいいんじゃないっていう感じかな。まああとは今後法人が考え、あ、これ喋っちゃったか先に。でまあ家族に給料たくさん払ってる場合はまあやった方がいいわね。それは先言っとったもんね。はい、じゃあ次行こうか。植物種別、あ、もうこの最後ですけど、まあこういうの俺好きなんだけどさ、経営者だからね。天国って、まあ書き方はまたアンチさんが湧くし、まあ、脱税を進めとる話じゃないんで、言い方ですけど、まあそれは個人事業主ってさ、まあ給料取った時点で3割4割引かれてるわけでしょ。国に、まあ国か地方かなんか知らんだけど。で、結局何、そっから物を買うわけでしょ。だから、まあ分かんない、その計算式、電卓の計算式は分かんないけど、100円のものを買うのに150円で買っとるみたいなもんなんだよね、俺からしたら。サラリーマンの人って、まあその個人で使うものはそれはしょうがないよ。だからまあ俺でもそうだよね。自分の自宅買うとか、まあ、家のもん、子供のおもちゃとかはそうだよね。自宅だからまああれだけど、まあ究極いや おもちゃでもあれだけどね、 YouTube で使うっていや落ちるんだけど、まだやってないよ、やってないんですけど、うん、だからまあ究極その感触的に聞いてほしいんですけど、あとはもう消費税ももらえるよね。で消費税って1000万以下の人って申告しなくていいんだわ、売り上げが。で自分のものになるわけ。まあうちで言うと例えば税込みでこんだけの金額だよとか言ってやってるけど、まあ結局はでも従業員の人ってまあね、会社は消費税払ってないし、もちろんなんちゅうかな、ちょっとそこ難しいでまた今度やろうかな、うん、だからまあ天国っていう書き方はいかんけど、会社員って損してるなっていうのは俺はすごい感じるかな。だって同じ1000万でも全然違うよってこの間の話なんですけど、まあ、それだけ違うもんね。うん、で体育、あ、まあ、あ、体資本の職人の人ってなるとやっぱまあ道具とかなんだって買う人は別として、白色申告で十分かなって、1人とかでやってんだったらね、うん、まあ2人とかでもいいんじゃない、別に白でもって思うけどな。でまあ店舗系、このなんか俺これさ、なんでこんななんかこんなんしたのって思うと、夫婦でやってるやつベスト3みたいな感じで、まあこういう人はまあその何、青色申告のねした方がいいんかなと思うんですけど、まあこういうのもそうだよね、本当に店舗兼自宅みたいな人多いじゃん。でそうするとなんちゅうかな、まあ天国でしょ。だってテレビも会社で使うみたいな感じでしょ。冷蔵庫なんかもマジバリバリ会社で使うみたいな感じでやってるでしょ。なんか家とつながってるような人とかおるじゃん。だからこんな人なんか本当に、だって多分だよ、俺も来ないって叩かれるの嫌ですけど、まあ、税理士さんとかに叩かれるかもしれんし、個人でそうちゃんとやって、まあ、ちゃんとやってるっていう言葉は俺はちょっと好きじゃないけど、高額で納税してる人からしたら叩かれるかもしれんけど、いや限りなく利益ゼロにしてんじゃないのと思うけどね、分かんないけどね、うん、まあ俺は利益をバーンと僕は出してる、じゃあそんななんかせこいことしてませんみたいなこと言われると、逆にまあまあこれまた叩かれるかもしれんけど、まあ一言で言うと別にせこくないでしょって感じ。ルール守ってちゃんとやって、ギリギリのところ、グレーのところをきちっと申告してんだからって。でそういうことでしょ。車をさ、じゃあ信号で止まるためにエンジン切ったらガソリンの減りが少ないよって、うん、そーっと踏んでね、ブレーキそーっとかけたらブレーキパッドの減りも少ないしね、で節約してるわけでしょ。でそれって素晴らしいことじゃん。だから節約することをね、私はちゃんとやってるよ、ちゃんとやってるとかそれ知らんしって、俺らもちゃんとやってるしみたいな。俺は会社をね、やっぱ税理士さん入れてアドバイスもらって、それこそ今はもう労務士さん、税理士さんって弁護士もついてるかな、でプロフェッショナルに相談してアドバイスもらって経営活動をするわけじゃん。それって別にせこいことでもなんでないからね、うん、よくそういうかって言う人がおる。まあうん、お前ら社長ってせこいよなとか、経費でなんかご飯食べれるでいいよなとかさ、うん、だけどまあそれせこくないよね別にって大事なことでしょって、うん、節約はって思うんだけどな。で、まあ、3番いこうか、うん、家でできるビジネス、在宅、まあこれも同じだね、上と、まあ、これも境界線内でもう本当俺天国じゃないなって思うんだけどな、うん、で在宅ワークって今本当に増えてるわ。でうちなんか本当に動画編集者さん、まあこれ今ね、これ YouTube は編集してないんですけど、毎朝6時のやつはバリバリね、かっこいい面白くしてくれてるんですけど、こういうのも在宅さんでやってるし、
ね、あの、あ、そうそう、ここでちょっとこの間の質問のこと言おうかな。その 50% 以上売上高がどのもの、例えばうちの職人さんってうちからもうほぼ 100% 売上じゃん。でそういう人ってさ、会社員じゃないのって、個人事業主じゃないんじゃないのって言うんですけど、こういうのもさ、外注に発注してるじゃん。でじゃあその人たちに、まあ、1本いくらでやったり、まあ、日給いくらでやったりとか、いろんなことが、まあ、時給でやったりとか、いろんなことがあって、今そのうちはその在宅って、その職人以外でも事務系のこの入力作業を在宅さんにやってもらっとるとか、動画の編集もそうだよね、で救急ギアカメラマンのお手伝いさんもそうだよね、でいろんなものを在宅さんやってんだけど、多分下手したらね、システム関係とかも在宅さん、個人さんに頼む、企業に頼むと高いじゃん、もう何本もか、まあ、俺も企業だもんで、うちにとそう頼んでくれなくなるとかあるんだけど、それはもちろんいい職人さんを探して個人に頼んだ方が絶対安いじゃん。ただその俺らはさ、その何、普通の戸建ての人は1回しか頼まないから、その何回も頼んでやっといいとこ見つめるための労力を俺らがやってくれとるわけでしょ。だから予算をもらっていい職人さんを揃えとるわけじゃん。うちはお金をかけていい職人さんを揃えたから、うちに頼んだ方が絶対いいと思うんですけど、例えばうちで言うと継続的な仕事だから、一発のことなんか、まあ、だって結構企業とも全部取引するよ。広告も印刷も企業と取引した方が早いで、やっぱいい仕事してくれる。だけど例えばシステムで、まあ、確かに大きいところにバーンって頼めば高いけど、いい仕事してくれると思うんだわ。だけどそれじゃあ予算が足りなくなっちゃうもんで、ずっと継続的にうちはシステムをずっと一発でドーンって作るもんじゃないんだわ。こまめにこのジムのこととかいろんなもん作っていくから、今システム担当者さんだけで3人ぐらいかな、いろんなもん作っては、今度こういうの作ってくださいとかね、有給申請制度作ってくださいとかね、日報制度作ってくださいとかで、いろんなものをシステム化していって、何人も使う、その3人の残るまでに何十人も使っとるよね。もうホームページもそうだね、継続的に更新していくもんだから、一発で何百万ボーンって作るもんじゃないから、今うちはね作ってやるから何個もで、継続的に作ってやるもんだから、もう在宅さんがもうそれも3人やろうかな、だって合計するともう20人じゃ効かんと思うわ。でこの人たちはうちのから 100% の売り上げか、まあそのよそからの売り上げもあるかどうか、まあいろんな人がおると思うんですけど、それって関係ないもんね。だってうちはだって在宅さんにやってほしいって言ってるし、従業員でじゃあ使ってくださいって言っても、いやごめんなさい、従業員では難しいって言うんだから、だから 50% だとか 100% とか関係ないよね、うん、それがだって企業間の契約なのね、俺とのね、うん、だったら 100% 売り上げがうちからあるから、これは従業員でしょって俺も言われても、まあ究極や、いや従業員にしていつシステムもやめるか分かんない、いつウェブもやめるか分かんない、いつ YouTube もやめるか分かんないのに、いや社員としては雇えませんよねって税務署に言うよね俺は、うん、だから、うん、まあそれはだって俺も認められんと困るよ、だってもう会社辞めるわじゃっていう感じだもんね、うん、だから、まあ、それぐらいだって、その 50% 100% と関係ないと思いますよ。もうちょっとここ厚なっちゃって、また18分喋っちゃったな。でまあ設備が必要な職種か、電気、ホームページ制作とかカメラマン、まあこういうのは、まあ、まあオイル申告した方がいいよっていう話もそうだし、まあね、会社員でやってると、まあまあ設備とか買わんでいいと思うんだけど、まあいろんなもん道具自分で買わされるとかもあるのかな。でまあ5番かアイデア勝負のビジネスで、こんなもん本当にむちゃくちゃやっとんちゃうかなと思うけどね、俺 YouTube いろいろ見てて、 YouTuber さんっていうのかな、もう俺からしたら大先輩だから言っちゃあかんけど、うん、だって経費の垣根なんかないでしょ、もうこんな確実に、うん、だって Twitter だなんだでさ、例えば有名 YouTuber とかでも私服公開とかもやってるじゃん、ってなるともう自宅がだって事務所でしょ、あんなもんだってテレビは全部設備でしょ、もうだって個人で使ってるもんないと思うけどな、お金究極は全部経費で落ちてると思うよ。だから時計一つでも、このインフルエンサーって女優とかモデルみたいなもんでしょ、だから俺もだってインフルエンサーで明日からツイッターとかって格好つけて時計とか出したら、もうこれ経費絶対落ちると思うんだわ。ちなみに俺時計とか本当に興味がなくて持ってないんですけど、うん、だってブランドものとか本当あんまり興味なくて、もう仕事に金使いたい金使いたいだからあれですけど、でそれが仕事になれば、俺がねプライベートショットもちょこちょこツイッターに上げてますなんて言ったら、全部経費落ちるもんね。それ当たり前だよね、経費落ちんかったら困るもんね。だって僕ツイッターやらなかったらこんな私服買いませんだもんね。子供と遊びに行くだけだったら
いや、ユニクロの T シャツで十分。ちなみにこれも俺も本当恥ずかしながらね、下半ズボンじゃん、こうやってね。これ。で、これ、撮影用に着てるからね。普段ユニクロの上下でちょろちょろしてるからさ。うん。だからまあ、本当そんなとこです。まあちょっと長なっちゃいましたけど。まあ、勉強になりましたでしょうか。なったらね、チャンネル登録と、いいね。もう本当にいいね押してほしい。マジで。もうそれがテンション上がる。ちょっと消えちゃった。じゃあまたねー。